南のベールシェバまで電車で行こうと思っております。大変です。はい、カオスだね。ワッツアップ中、ワンちゃんです。どうもどうも。ということでですね、今我々はテルアビブからですね、南に少し下ったところに、ベールシェバという町があります。今回の旅の目的がですね、そう、結婚式なんでございます。 DJ のね、まあ、アーティスト仲間である友達がですね、結婚するということで、そのベールシェバまで今からちょっと電車で向かおうというところでですね、行ってみたいと思います。ちょっとここ難しい話なんですけど、一応もともと首都機能はテルアビブにあるんですけど、まあ、首都はエルサレムにするみたいなことになって揉めてる最中なんでございますが、あのアラブ諸国ね、またはキリスト教の国だったりとかが、まあ、許しませんよと、まあ、揉めてます。まあまあ置いといて、さあその前に腹押し具合をしようと思っております。とにかくですね、物価が高いんですよこの国。びっくりするぐらい物価が高くて、ほんとご飯がだいたい2、3000円するんですよね。ほんとどの人たちどうやって生活してんだろう。ここのスタンドにしようかなと思ってんだよ。ここ。うちここ食べてみる。あ、ハンバーガーもあるよ。ハーフピザでもいいな。ハロー。Can I have one half pizza? Half pizza short one? Sure. Yeah. This one? Two.これなんか中でね、これ選ぶ。こんにちは。辛いのやだ。No hot please。そう、これ yes。Spicy? No。Onion? Yes。あ、これ。Yes。キャベツ。OK。私も全部いるよ。ピクルス。Yes。What is this? Okay, I'll try it. 多分ね、ナスっぽい感じ。 Okay, then we're gonna go there. さあ、食べてみましょう。Tahina sauce? What is sauce? Tahina. Ah, yes, yes, yes. Welcome. And my fork here. Ah, here? Okay.52 please. 52? 52. 52. Okay. 52. Thank you. You. Welcome. めっちゃボリューミー。チキンピタサンド。こんなハーフだからね。ハーフピタぐらいでちょうどいい。十分重いよ。うん。うまい。やっぱピタうまいっすね。チキンピタ美味しい。立てるぞ。パンクップごちそうさまでした。タクシーで駅に向かってるんですけど、とにかくね、渋滞がやばい。It is a chaos. I need to go left, but they block the road. Right. You know, danger driving. That's it. というわけで、母釜だっけな
母がなという駅に着きました。ここから電車に乗って行きたいと思いますが、多分ねこれね結構うるさいんだよね。こうここでねこうやっぱ爆発物の探知機があるんですけど、大変なんですよ入るのが。はい、大変です。はいはい、大変です。じゃあちょっと検査に入るんで一回止めます。ですね、無事に電車乗りまして、ただいま出発したところでございます。南のね、町ベールシェバに向かって1時間ちょっとの旅かと思います。世界の車窓からさあ大都会テルアビブを出まして、南の町ベールシェバに向かいたいと思います。途中でね砂漠の中を走っていくような感じになりますので、電車を間違えました。一体ここはどこなんでしょう。テルアビブサビドールセンターっていう駅ですかね。反対方向に行って3つ駅行ったところで途中で気づいてあれみたいな、20分ぐらい経てば来るみたいなんで、よかったよかったというところで、まあ、無事ベールシェバには着きそうです。14時12分の、ベールシェバ、ビーシェバセンターに乗ろうかと思います。はい、ということで着きましたよ。ベールシェバセンター。テルアビブから南に下って1時間ぐらい、下ったところ、ベールシェバという町にやってきました。この通りディーゼルの電車に乗ってね、乗ってきました。さあこれから、友達の結婚式になるんで、とりあえずホテルに移動したいと思います。というわけで、こういう感じでね、駅割と新しく作った感じですね。新しい町ってイメージがします。はい、このチケットをですね、ここにピッと。嘘。って読まない。読みました。はい。ということで。よし。じゃあもうこのまま出口なんで、出口出ちゃいましょう。よし、すごいね。本当この町めちゃくちゃ軍隊多いな。基地があるんだろうな多分。さあここがベールシェバの駅になりますね。ベールシェバセンター、どんどん建設されてますね、新しいのが。マジで面白い、愉快なやつらだ。とりあえず着きましたね。ホテルの方に到着しましたんで、今からチェックインしたいと思いますが、よいしょ、じゃあ重たい。はい、というわけですね、今回のお宿はこちらでございます。じゃんということでですね、じゃじゃんとなっておりまして、この中庭がありまして、私たちは3号室に、はい、ご招待されております。じゃあ入ってみましょう。ここですね、じゃんと。はい、というわけで入ってみました。シンプルなお宿でございます。キッチンついておりますね。手洗いがついて、でダブルベッドが一つと、でこの辺が、はい、束になってますね。でここにクローゼット
なっておりますと。壁がなんともいい、天井が高いのはやっぱりいいですね。クーラーもバッチリ。はい、そしてバスルームピュンと行って、はい、トイレも清潔、タオルもちゃんとあります。はい、シャワールームでございます。はい、ということで中庭に出てきました。ピュッと、はい、飯を食って、夜8時からですね行きたいと思います。以上でございます。